ファイテオチャンネルママでーす。今回はこちらコルボルエアマックス紹介したいと思います。はい、じゃあ早速開けていきます。箱の中に箱、めっちゃ頑丈に梱包されてる。こちら説明書とマニュアルとで、本体で、このノズルが一つ入ってて、あとはこの黒い箱にち運び用のケースと充電ケーブルが入ってます。充電ケーブルは、C タイプ C タイプのケーブルが一つ入っています。最近結構ジェットファンとかエアダスターっていろんなとこで目にすると思うんやけど、この感じ、なんていうの、軽さとか、これ 300g っていう超軽量なんですけど、まあ、他のジェットファンがどんなもんな重さなんかがちょっと調べてないけど、でもめっちゃ軽い、片手で全然軽いし、ポケットに入れとっても持ち運びも楽ちんにできる軽さやと思う。実際どうでした？興味ありました？なんか結構SNS とかで見かけてて、まあ、みんな使ってるけどいると思うところはあったから、実際このキャンプで使ってみてめっちゃいい。これは1個あればいろんなことにほんまに使えるから、まあ、キャンプに限らずいろんな掃除とかね、使うまでよね、うん、いやそんなもんいらないだろうって思ってたけど、うん、実際使うと助かりますねあったらすごい楽ちんになる、いろんな面で、ね、やっぱり こんなにコンパクトですごい風力あるから、パパティアオ的には一番良かったのは車の中のゴミを飛ばせるって、なんかもうほんますごいよ。確かにいつも手でピピピって、なんかさ家帰ってきてからさ、もう掃除機で、あ、この時もさ、そんな吸ってくれへんやん、うん、確かに。でもこれ飛ばせるんですよね、ほんまに。砂利とかをね自然に返せる、めっちゃいいよな、うん、あれはもうめっちゃ良かった。あれはパパティアオ的にはめちゃくちゃ嬉しかった。あとテントのなんか裾、スカートとかに乗った砂とか葉っぱとか飛ばすのもあれめっちゃ良かったよな。いいっすよね、やっぱ乗ってくるもんな、うん、畳んでる時とかも乗るし、そう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 。でこんなんでもさ、うん、昔からあるのって言ったらあれやんな、スノーピークのフィールドファンの、うん、めっちゃでかいやつやんな。めっちゃでかいやつ、ね、これあの結構見かけるやん、うん、撤収時に使ってる人、うん、インナーテントの掃除とかね、うん、いやでもあんなもうほんま金持ちしか使われへんやなみたいなあれめっちゃ高いよな、確か、うん、1万何ぼやったら2、3000円ぐらいっての気がする、するだけやから、はい、入れときますけど、値段も、うんうん、だから絶対そんなの使うことないわって思ったけどな。うん、これはいくらやろじゃあ商品ページ見てんけど英語やってん、さっき。あ、なるほどね。ちょっとまた Amazon とかでも買えるみたいなので、はい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 、載せときます。こちらです。まあでもスノーピーはこんなでかいけど、こいつはこの片手で持てるコンパクトさと軽量さ、これでどんだけのもんが飛ばせるか。あとは雨の日とか撤収作業してる時に水しぶきがなんかギアについてたりしたら、これである程度水水分飛ばせて、軽くちょっとキッチンペーパーとか布で拭くだけで終わるっていうね、そういう使い方も。まあ、だってちょっと濡れちゃった土系はやっぱ、うん、綺麗には飛ばへんかったな。あ、そうそうそう、さすがにそれは、うん、泥みたいな、うん、あれはやっぱりちょっと飛ばした後に、まあ、拭いた方が、うん、拭いた方がやっぱり綺麗に取れるけどいいしね、うんうんうん、その
撤収とかでこう熱ってなってる時に、あ、わかります？その時にね、こう顔にね、ふわーっとね、あれもめっちゃ涼しかったな、ほんまに。こともできる、背中でこう、背中こうやったらめっちゃ、ああ涼しいってなった、一瞬で。フィールドファンやったら、こんなんせなかった、どこまでも離さなかった通ってな、こうだね。いや、これはもうほんまに扇風機の強力版みたいなっていうの、なんかドライヤーでも使えるんちゃうかっていうぐらいいけるかも熱風ではないけど、うん、いけるかも、いけるかもしれん、頭皮がこう冷やせる。ちょっと順番遅れましたけど、スイッチがね、長押しなんですよね。あ、そうそう、ここ長押しして、で、ここでなんか風力を調整できんねん、微調整できるから、これはなんか3段階とか4段階とかじゃなくて、自分のちょうどいい強さにここで微調整ができるっていう。あとはここのね、ノズルをつけることでよりピンポイントで強く、そう、ピンポイントで強くやし、あの浮き輪とか膨らませるんちゃうかなと思う。これね、ちょっとね、動画では撮ってないですけど、この前圧縮袋買ったじゃないですか。あお、僕それでやったんですよ。え、そうなん、そう、これで掃除機、今使ってるシャープの掃除機のノズルがはまらへんくて、うん、抜けへんかったよ、圧縮袋、うん、これやったらいけたん、このノズルで。違う、逆吸い、あ、こっちで、そっち吸うんですよ。あ、こっち吸うもんね。そう、これもすごない、圧縮袋これでやった。え、全部こっち吸うようになってるのかな。ってことは浮き輪とかゴムボートとかの空気抜く時も、最後あの抜ききれへん時、ずっとこうやって巻いてるやんか、の体重かけながら、それせんとこれだけで吸い切れるってこと。多分いけると思う。へえ、やってないけどね。うん、いやでもすごいな、これのおかげで圧縮できたんや。圧縮できたんですよ、ありがとうございますすごいな。とにかくこれキャンプでも便利やけど、家のさ、あのサッシの、いや、めっちゃいいと思う、うん、あそこブワーってやるだけで、うん、ほんまにさ、ちょっといろんなことが、うんうん、あの楽になりますよ。そうやな、中の溝掃除とか楽じゃないかね、吸ったらいいと。うん、確かに。でもそういう意味ではやっぱりあったら便利、うん、便利やんな、ってのはもうこいつのことじゃないですか、ほんまに。あれば便利、なくてもいいね、なくてもいいねけどあったらより便利、ほんまに時間短縮で、ここは電気つくねんな。お、電気つくの。電気つくねん。おお、いいこと。何押し、ここ長押し線とポチって押すだけで、すごー、光る。これもあの LED ライトですよ。今ってなんか何でもライト機能ついてるよね。あ、ほんまや、扇風機もないし、うん、やっぱキャンプで使うもんってライトあった方がいいよな、絶対、うん、暗いもんだって。家の中やったら電気ついてるけど、電気ついてる、トイレ行こうってなった時に、うん、ゴールゼロをシェードとかシェードとかつけてたりかけてたりするの、こんなめんどくさいからもうこれやったらもうパッと持っていけるよ、ポッて取ってピッて押すだけで光るんやでめっちゃ便利じゃない、すごいやん。ちょっとダサいけどな、こうやってそうやってダサいいや、でもいいやん、いいと思う斬新でいいと思ういや、もう忖度なしでいいっすよ。いいよな、便利やったもん、ほんまに便利やで、これ見た目もかっこいいよな、スタイリッシュで。そうやね、黒とゴールドっていうのが、うん、ほんでなあ、ちょっと丸子って可愛いやん、うん、コロッとして、あ、ほら、こんな微風な風もすごいよな、微風でもめっちゃ揺れてたもん。やろう、ここがね、ちょっとエヴァープレッシャーがエヴァちゃんが飛んでくるね、すごいで、いいですね、うん、まあでも最大で使い続けたら15分で電池がなくなっちゃう。あ、そうなんや、うん、電池は充電はどれぐらいでどれぐらい使えるっていうのはどれぐらいやったかな。満タンにするのに何時間、こんなん書いてる、あ、書いてない、
まあでも最大だいぶ強いから、そんな最大で使うことないやんな。まあそう、まあ、テントでその飛ばすのに、うん、15分もあれば十分やな。十分やな。それ以上何を飛ばすんだってパパさん、飛ばすあの世、この世の果てまでもう地球一周してこい言うて。はい、ということで今回はコルボルエアーマックスジェットファン紹介しました。ぜひね、気になった方リンクから詳細の方を見てみてください。これからのキャンプ、夏キャンプもきっと重宝すると思います。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティアオチャンネルママでした。バイバーイ。